はい、いじゃあよろししくお願いします、えー、今回高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第52弾やっていきましょう、えー、問題10問ありますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますほんじゃ画面下げますのでお待ちくださいいくはっ <お>し <laughs> あれこのだねちょっとうねうねして申し訳ないよしじゃあやっていきましょうでまあ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 、えー、ちょっとね図形が今回は少し多め多めとは2問ですけどあってやっていくわけなんですがじゃあまず1番からやっていきましょう。 今諸事情でですねめちゃくちゃゃくお腹が空いていてまほ、まあ、他の動画で知ってる方もいるかもしれないんですがあのもしねお腹が鳴ってもピンマイクで拾うことはないと思うんですがもし聞こえたらちょっとお許しください。すいません。ということでじゃあまず1番が足し算と掛け算があります。さあこの2つどっちが計算先と言われたら掛け算が先です。つまり 3×−2、まあ、プラス3まで入れようかプラス3 ×ス2とこの部分を先に計算するとマイナス6になります。 なので8 6となって2と、まあ、これで1番は OK でしょうで2番は分配法則のの前の2をままず配ります掛け算で配ることによってこの部分が −6a 掛け算で配るのでプラス +4 になるで a がくっついている同士 9a と −6a を計算すると 3a。 プラス1とプラス4を計算するとプラス5となります文字がくっついているものと文字がくっついていないものはプラス足し算で計算することはできないのでここでストップこれで正解となりますで3番ですねでこのタイプの問題もこの四種でも何問も扱ってきましたけど自分はいつもこれをまとめて一気に計算するんですねでこの前コメント欄かなんかで 1>, 1個ずつやっちゃダメなんですかっていうのがあったのであの全く問題ないですそれでも構わないので今回はそっちでやっていきましょう一気にやらないでねでまず、えー、ここまでいきましょうか計算すると、まあ、掛け算なので8648でマイナスだから四4 8 x 2乗と x 掛け算してるから x3 乗 y も2個あるから y の2乗ですで割る 12xy2 乗となります で割り算やっていきましょうマイ,48割マイナス4 8る1 2なんでマイナス 4x3 乗割る x x 1個割ってるから2個残りますね x2 乗 y の2乗割る y の2乗でここは全部 y は消えてしまうので残ったのはこいつとこれで終了です。 まあもしかしたらねあれこっちの方がやりやすくねって思った方もいると思います正直思春でやってるような問題つまり大問1で出てくるこのタイプの問題っていうのはこっちの方が早かったりします実はねでもなんで一気にやるようにしてるかっていうと分数が残る場合例えば3分の 2x の2乗とか 3x 分の 4y とかって残る場合もあるんですね問題の難易度によってはでその時はね一気にやっちゃった方が個人的には早いと思ってる 統一ししててできるからやり方としてもなので自分は一気にやるのを押しちゃうんですが別にこうやって分割してやっていくのもね全く問題ありませんのでまあどっちか好きな方でやってみてください。で次がまあルートですねまず有理化が必要なのでこいつ分母と分子にルート3をかけてあげましょう。下にもねルート 3× ルート3して上も 9× ルート3にします。れが有利化ね で、ルートっていうのは同じものを掛け算するとルートが外れます。2乗になることによって。だから、こいつは3になります。で、そうすると、これとこれが約分できるので、左の部分は残ったのが3ルート3。が残ります。で、ルート12は、4×2 で2ルート3。待って、くしゃみが出そうだ <laughs> 耐。タイえ、なので、答えは5ルート3になります。 なんだろ鼻が花粉症なんだよね花粉がすごい飛び始めてる感覚があってよしじゃあ5番いきましょうで2次方程式これを解いていきますでこれは因数分解が可能なのでかけてス6足してプラス +1 になる数字のコンビを探せばいいんですよね でまあかけて −6 でって探していくとプ3 × 2とか3 ×ス2とか6 ×ス1とかあるんですけどその中で足してプラス +1 になるコンビは3と2のこのコンビですこれかけてス6足してプラス +1 になりますよね。でコンビが見つかったんで x 3x-2 プラスとこうなります。 因数分解完了ね、でこっからえっ、ー、とまあちょっとずるというかねあの簡単にやるんだったらプラス +3 こことマイナス2の符号を変えたものが答えになるので x イコールマイナス3と2ですね。これで終了となります。まあ本当はねここが掛け算が隠れてますと括弧の間にね掛け算が隠れていてあるものと。 あるものをかけて0になるものを探したいかけて0になるものを探すのはどっちかが今だったら左か右のどっちかが0になればいいんですよね。かけたら0になるからここが0になればいい。入ってるかなだから x+3 プラスが0になるって考えるとちょっと書きましょうか x+3 プラスが0って考えるとこれ解いたら x イイコールマナス3ですよね。だからマイナス3なんです。 右の括弧、x-2 が0。だから x-2 イコール0を解いたら2が出てくる。だから答えがこの2つになります。いいまあ、その部分が分かった上で、この省略で、あ符号変えちゃえつって、やるのは全然時間短縮で OK なので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、こういうふうにやってください。さあ、ここからちょっと気をつけていきましょう。えー、6番が、えー、今ちょっと省略しちゃってますけど、書き方。1本永遠の鉛筆3本。 と B、円のののノート5冊の代金の合計が500円より高いんですまず買ったものはさ A 円の鉛筆3本なんで 3A 買いましたとで B 円のノート5冊買ってるから一緒に買ってるから足してたんだよね 5B 買いましたとそれと500円を比べたいわけですこうやってで簡単な問題だったら買った値段が500円でした それを、えー、等式とかで表しなさいって言われたらイコールでいいんだけど「500円より高い」って言われたらどうしようか不等号を使っていくわけですけどまあポイントはどっっちに口が開くのって話だよ、ねはい、でもこれは日本語の問題になるんですが買ったものが500円より高いんですもう一回言います「買ったものが500円」より高いさあ「買ったもの500円」どっちが高いって言ったら「買ったものが高い」ですよね。 ってことは値段が高い方に口を開かなきゃいけないからこうなりますまず口を開く方はこの日本語勝負で見つけてくださいで結論としては答えがこれなんですが気をつけなきゃいけないのがこれもあり得るイコールが入っているやつね大なりイコールってやつですこれ、まあ、答えなんで一応一応線引いておきましょうかこうなりますねで何を気をつけるかっていうとイコールが入る時ってどういう時ってことです イ,イコールが入る時これはですね最後の10番にもちょっと関わってくるので、えー、これ覚えておいてください黒で書いちゃうか。イコールが入る時っていうのはこの以上以下の「い」っていう漢字が入っている時ですね。この時が その大なりイコールとか小なりイコールっていうイコールが入ってるおっとちょっと狭かったなイコールが入ってるのを使っていきますまあイコールが入っているのはイコールになることもあるよっていう話ですつまりこれがね買った値段が500円ぴったりイコールねぴったりになることもあるんであれば別に入ってていいわけですただ「高い」っていう表現は同じではないですよね絶対に。 だから入りません。今、この問題に関しては。で、もちろん問題の出し方とかによっては、この以上以下以外の時にもイコールが入ることもあります。ありますが、この、ちょっと右切れてると思うけどね。さ大丈夫か。以上以下のいの漢字が入った時は、イコールが入ることを覚えといてください。まあ、高いとか安いとか、大きいとか小さいとか、あと未満ってやつ。あれはイコール入りません。 それは覚えておきましょう。ぜひね。で、次7番です。次がねじれですね。で、私はここ間違えました。あと理由のち、あと、理由とか言い訳はね、あとで言います。ねじれです。でねじれはね、前も、えー、他の問題の時にやりましたけど、動画でね。えー、どう探すかっていうと、ねじれっていうのは、まあ、その主役の辺、今だったら、辺、えー、っと、どこだ、AB か。こいつと、 これが主役ねこの子とねじれの関係にあるものを探したいんですけどまず平行を除きます平行であるものと、えー、接するもの、まあ、交わるものですね接するとか交わるもの交わるのがいいなここだったらな接するよりね失礼交わるものを除いた残りですねじれっていうのは。 接するるももののととあごめん平行と交わるものをいいてくださいまずこの三角柱でいうと平行はこここですこいつね DE 平行なんで覗きましょうあと交わるものまあ自分よくその接するって言っちゃうのはくっついてるやつ全部外しちゃいなっていうので例えば AC って A でくっついてますよね交わってるだから外します BC も B で接してるから交わってるから外します で BE そして AD も交わってるからこう外しますさあ残ったものどこかっていうとこことこことここです。これ,ねじれですっていうふうに探します。でいつも言うようにですねその今三角柱なんですけど五角柱みたいな。 ね、上が五角形上も下も五角形とかになっていると延長した時伸ばした時に交わっても×なんですよ。それもダメなのねじれとしては、まあ。そういう配慮も必要になるんですがまあそこまでなかなか出てこない五角柱も。だからこの三角柱とか、まあ、四角柱ね立方体とか直方体が出てきた時は平行と交わってるものを除いた残りがねじれで OK です。でこれだから今何本ありますかって聞かれてるんで答えは3本。 はい、私何間違ったかっていうと全部変書きましたね。辺 e、辺辺って書きました問題読めっつってね、はいまあ、そういうミスしないように気をつけてください本当にねでは8番いきましょう、えー、右の図のような三角 ABC まあね書きました似たようなのいやもし皆さんね解けなかった方はちょっと書いてください書き方だけ確認してほしいんでで3つの頂点 ABC から等しい距離にある点 P です、まあ、これがキーワードです 各頂点から、えー、等しい距離にある。これはもう書き方が決まっております。はい、何書かあ何使うかっていうと、えー、垂直二等分線です。中学校で習う作図っていうのは三大作図があります。三つ絶対覚えなきゃいけない作図があって、その一個が垂直二等分線。 そして、角の二等分線。そして、垂線です。普通の垂線ね。この点を通る垂線みたいな書き方は、この3つです。3大作図です。で、もし、今言った垂直に、まあね、垂直二等分線とか、角の二等分線、そして、この点を通る垂線っていう書き方が、パッて今頭の中に出てこなかった方は、絶対に右上のビックリマークか、下の概要欄から、その動画あるので、授業動画あるから飛んでみてください。それは絶対把握した方がいい。 もし入試で作図は全部捨てるっていうんだったら見なくていいです。ただ作図を取れるようにしたいと思う方は見てください。書き方とその書くことによっての特徴を全部説明しているのでよろしくお願いします。でですね、話を戻すと垂直二等分線。えっと、復習するね。A、B があった時に垂直二等分線っていうのは、えー、コンパスを適当、まあお広めにね、取ってください。で、ここに刺して シュッとつけます。で、その幅を変えずに、ここに刺して同じくシュッてします。で、ここの交点を結ぶと、垂直で、つまりこのね、AB に対して垂直だし、これを二等分してる。半分にしてる線が作れるんです。だから垂直で二等する分線。ちょちょちょ。等分する線です。<laughs> ってなるわけです。で、この線の特徴はですね、この書いた 垂直二等分線あるでしょうこれどこの点を取っても A と B から同じ距離になってますつまり二点から同じ距離の集まりなんですどこでもそうですここだってそう A と B から同じ距離なのつまり頂点から等しい距離って言われたらこれを書けばいいで今三つの 頂点から等しい距離と言ってるので、ちょっとこれ雑に書いちゃいますけど、まず AB を使おうと思ったら、さっきみたいにね、コンパスを開いて刺します。で、シュッ、刺して、シュッてやって、垂直二等分線を書いてください。一個ね。で、もう一個です。BC 使ってもいいし、CA 使ってもいいです。今 BC 使いましょうか。もうちょっと広めに広げてもらって、B からシュッ、C からシュッとやって、 こうやって書きますそうするとまずこの左の線は A と B から等しい距離で書きましたよねで今書いたこっちは B と C から等しい距離です AB から等しい BC から等しいだったら2つ書くことによってその交点ここですこれは全部の頂点から等しい距離になるつまりこういうのを書くときはまあ、線がね 線分が3つあるの辺が3つあるので2つ好きなのを選んで垂直二等分線を書いてください。でこれも問題に P の記号をつけなさいと言ってるから必ず書いた後に P つけるんだよ。こんなんで限定もらっちゃダメだよ。まあ俺が言えることじゃないけどねこうミスったからさ。まあ、これが書き方になります。ちょっっとねフリーハンドななんんでで曲ががてて申し訳ないんですが で余談なんですけどこの垂直二等分線を三角形があった時にね垂直二等分線を書いてここ求めましたと各頂点から同じ距離これっていうのは多分下ちょっとね切れてるけどごめんね三角形の外接円外にくっ接する円ね外接円の中心を書いてます。 まあ外接円の中心にかけって言われることはあんまないですけど受験においてになってるんです今書いてるものっていうのは。でさらに余談なんですけどえー、ちょっと右あれだったらまあいいか外接円に対して内接円っていうものがあります内接円三角形の中に接する円ですね内接円の中心をかけと言われたら 使うのは角の二等分線使います入ってるかなあ、大丈夫ね角の二等分線つまり今は垂直二等分線二箇所使って書きましたよねじゃなくって、えー、と角 A 角 B 角 c 三つ角があるので好きなとこ二箇所使ってくださいそこの角の二等分線角の二等分線を書いた交点が内節円の中心になります まあ本当に余談なんですけどね、この問題全く関係ないんですがよかったらね覚えておいてくださいさてさてちょっとお前右上消さなきゃかで今回9番ですねよいしょ本当の受験ではねこの9番は大問1位なかったんですけど自分が入れましたちょっと久々にこういう問題入れたいなと思ってでえー、っ,とちょっと問題文長いんでこの辺に画像出しときましょうか問題文ね A 中学校の生徒数が男女合わせて365人ですと。で、そのうち男子の80%とえ女子の60%が運動部に所属してて、その人数257人。えーだ、中学校の男子の生徒と女子の生徒数を求めなさいと。まあ、よくある連立のパターンですね。で、えー、表をわざわざ作らなくてもいいです。立式。式が立てれる方はね。で、まあ、ちょっと説明上ね、あのグラフというグラフじゃね、表を作っていくわけなんですけど、まあ、表の作り方としては、 男子女子全体と並べてください男子女子全体ねで、えー、こっちの項目としては、まあ、ふとも全,全体というかそのダンス、えー、と運動部っていう縛りがない全体を考えるものと今運動部縛り運動部の人数聞かれてるから運動部で考えていきますまあこれは別に項目はいいです書き方は何でもね で、求めたいものを気をつけましょう。今求めたいのは、求めてる全体、英中学校の男子と女子です。つまり、運動部のじゃないからね。こっちなので、その人数を X 人と Y 人と置いてください。で、全体で365人と言われてるので、365と。で、運動部が、ま、全体で290、嘘、257だね。と言ってるので、まあ、ここは埋まりますと。 ま、ポイントは80%と60%の使い方になるわけなんですけど、今、男子の生徒数、男子 X 人の80%が運動部と言ってます。っていうのは式で使うためには100分のをつけるのが絶対です。だから、式に使うためには100分の80として使っていきます。で、これの80%って言いたいので、X の80%は それに百分の八十をかければいいだけです。これでパーセント使えます。だから同じように、女子の y も y の六十パーセントなんだから。y に百分の六十をかければいい。これだけです。まあ、だけって言ってもちょっと失礼だけどね。これでオッケー。まあ、約分後でしましょう。だから、あとは全校生徒の話で x と y 足したら三百六十五なんでしょ 運動部に所属している男子と女子を足したら257なんでしょって言ってこれで連立完成ね2つ式も出来上がってるからこれで OK ですじゃああとこれを丁寧に解いていけば OK いいかなじゃあまず下の式ですね、えー、全体に100をかけてもいいんですけど、まあ、右辺が25,700になってちょっとつらいのでうんあでもどっちが楽なんだろうなそれでもありかなと思うけどまあまあいいか、えー、これまず えっと両方ともねここもここも20で約分ができるんですだからこれ5分の4になるしこう5分の3になるんだよねで全体5をかけよっかっていうちょっとまあ発数的にあれなだなけどまあいいね、えー、5をかけて 4x+3y、えー、これね5をかけると 4x+3y で5をかけるとえー、っとえー、1285か。 五二十五に、そうね、こうなります。今下の式ね、これね。で、あとは上の式を、まあ、揃えに行きたいので。四かける三かけるがいいかな。じゃ、三かけていきましょう。y 揃えに行きます。で、三かけると、で、下に書くね。その方が綺麗、あと楽だから。三かけて、あっちも三かけると、千九十五か。な、あってか、差算額で、合ってるね。はい。 であとは引き算するとあ下に書いた理由はこれね 4x-3x するとここは x になるから楽かなっていう逆にするとマイナス出てくるからさで1285-1095すると190かとなって、えー、男子が190人で分かりましたであとはここに190ね戻してあげれば女子はね365人全体から190引けばいいので、えー、y は、えー、と175人かとなります。つまり、まあ、答えの 男子が190人で女子が175人と。で今はその全校生徒の全校生徒っていうか全校の男子と女子聞かれてますけどもしねもし、えー、と運動部に所属している男子って聞かれたら今運動部に所属している男子ってこれだったでしょ表で。こう5分の X だったじゃんで、X、のところに190を入れてあげれば。 こうややってやればいいこれが、えー、運動部に所属している男子ね女子も同じく5分の 3y の5分の 3×175 をすれば出すことができますいいかなよっしじゃあ10番いきましょうでラストが箱の中に1234の数が1つずつ書いてあるえっ、ー、と玉が1個ずつ入ってるとまあ1234って4つの玉が入ってますと、えー、2個同時に取り出す時に玉、えー、の数の和が5以下 まあ確率なんで樹形図勝負でいきましょうでえっと玉が4つあります2個取り出しますで、まあ、2個取り出すので樹形図書く時ね左側ちょっと丸つける癖があるんでお許しをまず気をつけることは1の1がありえないですね2個同時に取り出すから11って取り出すことが不可能ですだから12からスタートします121314ですね これがこの樹形図1個目気をつけるのが。で、もう1個が2の時に、まあ2、2がないのはもちろんみんなわかると思うんだけど、2、1がないです、これ。2、1変えちゃダメです。つまり、2、3と2、4になります。なぜかっていうと、じゃあこのペンを見てもらって、これが1だと思ってください。これ1ね。これ2ですね。今2個同時に取り出してるので、ガシャガシャシャシャって、えいって取り出したのが1と2なんですよ。いい っていうパターンとガシャガシャガシャっつってパーって出した時に2と1なんですよ。同じでしょこれ1と2と2と1って同じだから同時に取ってるからさ。だから同じことを書く必要はないので2、1は書きません。で、あとは3の時はまあこれね枝が1本ずつ減っていく樹形図なので3本2本で最後1本3、4だけですね。3、1も3、2も同じものを書いてあるからここに。で、3、3はあり得ないので3、4になりますと。で、4の時はありません。 もう出す枝がなないいいんだよねこれないから書か書くていいつまり全部で枝は6本です6本あるじゃあ最後に求めたい確率は6分のが決定しました全部で6本だからじゃああと和が和って足した答えね足し算した答えが5以下ですでさっきの問題に関わるんですが以下っていうのはイコールが入りますつまり含めます5も OK なんです以下っていうのはイコール入るからね なのでここ足すと、えー、34でここだよねここ5になるけど今は入っていいので入れてください 2+3 もそうですね5で OK でもこことここはダメなので OK なのが4か所あるから6分の4で必ず約分チェックして答えは3分の2これで終了となりますちょっとねちょっと見えないよいしょここでいいか見える ?OK いいかな,なのでまあこれも本当余談だらけで申し訳ないんですけどもしこの問題が5以下じゃなくて5未満の時と振られたら未満は入りませんこの数が5を入れちゃいいけないんですだから5未満って言われたらこれとこれが入らない5がダメだからそうすると答えが6分の2で3分の1となります。 いいかな以下と以上はその数字が入るここね入るんですけど未満は入らないので気をつけてくださいはいという感じでね今回はこの10問やらせていただきました、まあ、ごちゃごちゃいろいろ喋りましたけど、まあ、余談も含めて皆さんのね取ってプラスになることはぜひ覚えてもらえたらと思いますでは今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第52弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました